第4章。そしてこうした原理を求めた最初の人は、ヘシオドスではなかったかと想像される。あるいはもしその他に誰か、愛と欲望とかを諸存在のうちにそれらの原理として立てた人があれば、それがその人である。例えばパルメニデスのごときである。というのはこの人もまた全てのものの生成を構想しつつ、全ての神々のうちに最も初めに愛が作られた。と言っているからである。そしてヘシオドスは、すべてのもののうち最も初めに混沌が生まれ、その次に胸幅の広い大地、それから不死なる神々のいずれにも勝る愛が、と言っているが、これらは存在する事物のうちに何かこれらの事物を動かし、これらを結び合わせる、ある原因が内在すべきだと考えられてそう言われたのである。だがこうした原因を説いた人々のうち、誰がその最初の人がその順位を後で決めることにしておかない。ところで良いものだけでなく、その反対のものも、現に明らかに自然のうちに存在しているからして、すなわち単に秩序配列の正しいものや美しいものだけでなく、無秩序なものや醜悪なものもあり、しかも良いものよりも悪いものの方が、高尚なものよりも下劣なものの方が、一層多くあるからして、そこでこれに応じて他のある人は、これら相反するもののそれぞれの原因として、友愛と憎しみを持ち込んだ。というのは、誰でももしあのエンペドクレスに従ってたどり、その能弁で語る言葉の杖をでなく、その思想の真意を捉えるならば、その友愛は良いものどもの原因であり、憎しみは悪いものどものであることを発見するだろうから。従ってもし誰かがエンペドクレスをある意味では悪と善と原理であると説いた人であり、しかも最初にそう説いた人であると言ったとしても、それは必ずしも不当の言語をなすものではなかろう。ことに卑しくもすべての良い物事の原因が全それ自体であるからには。さて我々の言った通り、これらの人々は少なくともこの程度までは先に我々が自然に関する著述の中で区別した原因のうちの二つに、質量としてのそれと、運動の出発点としてのそれとに触れていたものと認められる。とはいえ、それは未だに曖昧であって、少しも明確ではなく、例えて言えば武術未修行の連中が戦場で振る舞う場合のようである。すなわち、確かにこの連中でも駆け巡っているうちには、しばしば敵を見事な打撃を与えもしようが、しかしこの連中はそれを認識に基づいてしているのではない。そのようにあの人々も自らの語るところを知っていたものとは見えない。というのは明らかに彼らはその語るところの原因をほとんど全く、ただわずかの範囲にしか適用していないようだからである。例えば、アナクサグラスにしても、彼はあの理性をば、宇宙創造の説明のためにただ機械仕掛けの神として用い、物事がどのような原因で必然的にそうあるのかという難問で行き詰まった場合にそれを担ぎ出してくるが、その他の場合には生成する事物の原因をすべて理性より以外のものに帰している。あるいはもっとエンペドクレスにしてもこの人がの方がアナクサグラスよりも一層広い範囲にこの二つの原因を適用しておりはするが、なお未だ不十分にであり、またそれらの用い方に一貫性を欠けている。とにかく彼においては多くの場合、その友愛は物を分離させ、憎しみはかえって結合させるようなことになっている。というのは、憎しみによって全体がその構成要素、すなわち元素に分解されるときには、いつでも火は火同士で結合して一つになり、同様にその他の各元素もそれぞれ同類の元素同士一つに結合されるからであり、そしてまた再び友愛によってこれら相異なる類の元素が結合されて一つにされるときには、それぞれの部分は同類同士結合していた元素群から切り離されざるを得ないからである。とにかくこのようにしてエンペドクレスは彼より以前の人々とは違って、この原因を他のと区別する考えを最初に導入した人であり、運動の始まりをなす原理としてのこの原因を一つきりとはしないで、互いに相異なり相反するものとしたが、しかしさらに彼は質量の意味での原因として4つの元素を語った最初の人である。もっとも彼はこれらの4つには用いないで、ただ2つきりであるかのように、すなわち一方では火を火だけ単独に用い、そして他方では火に対立するものとして土と空気と水と同一の自然性を持つもののように扱っている。このことは誰でも彼の詩を研究すればわかるはずである。さてこの人は今我々の言ったように原理はこのようなものであり、これだけあると述べた。しかしレオキッポスとその仲間のデモクリトスとは、充実体と空虚とが全ての構成要素であると主張し、前者はあるもの、存在だと言い、後者はあらぬもの、非存在だと言った。
すなわちこれらのうちの充実し凝固しているもの、充実体すなわちいわゆる原子はあるものであり、空虚で希薄なものはあらぬものだとしている。だから彼はあるものはあるものに劣らずあるとも言っている。というのは空虚のあるは物体、充実体のあるに劣らずとの意味である。そしてこれらのすべての事物の質量としての原因であるとしている。なおまた先に気体としての実体を一つであると人々は他のすべての事物の生成をそれの受動層であるとし、この受動層の原理として希薄と濃厚とを挙げたように、同じ仕方で彼らもまたその充実体相互の差別を他のすべての受動層の原因であると言っている。ところで彼らの説によると、その差別に形態と配列と位置の3つがある。というのは彼らは、いずれの存在、充実体もまたただそれの格好と並び具合と向きとだけで差別されると言っているが、ここで格好というのは形態のこと、並び具合というのは配列のこと、向きというのは位置のことだからである。例えば A と N は形態により、AN と NA とは配列により、H と横向きの H と縦向きの H は H によって差別される。さて、運動については、それが何から始まり、またどのように諸存在のうちに起こるのか、他の人々とほとんど同様に彼らもまた、顧みないで放置している。さて、これら2種類の原因、質量因と指導因に関しては、我々の述べてきた通り、ほぼこれだけの程度まで先の人々の間で探求されたもののようである。第5章。1。この人々と同じ頃に、あるいはこれらより以前に、あのいわゆるピタゴラスのとは、数学の研究に従事した最初の人々であるが、彼らはこの研究をさらに進めるとともに、数学の中で育った人々なので、この数学の原理はさらにあらゆる存在の原理であると考えた。けどし、その数学の諸原理のうちでは、その自然において第一のものは数であり、そして彼らはこうした数のうちに、あの火や土や水などよりも、一層多く存在するものや生成するものどもと類似した点のあるのが認められると思った。ために数のこれこれの自動層、属性は正義であり、これこれの属性は霊魂であり、理性であり、他のこれこれは好奇であり、その他いわば全ての物事が一つ一つこのように数のある属性であると返されたが、さらに、音階の属性や割合、比も、数で表されるのを認めたので、要するにこのように他のすべてはその自然の性をそれぞれ数に真似ることによって作られており、それぞれの数そのものはこれらすべての自然において第一のものであると思われたので、その結果彼らは数の構成要素をすべての存在の構成要素であると判断し、展開全体をも音階、調和であり数であると考えた。そして卑しくもそれぞれの数や音階のうちに展開の諸層や諸部分や、宇宙の全機構と何らか一致符合するところありと認められる属性があれば、彼らはこうした属性をことごとく寄せ集めて型にはめ合わせた。そしてもしそのどこかに欠けたところが残っておれば、これに埋め合わせをするのに無理算段をしてまでも、彼らの全体系を守備一貫したものにしようとしている。という意味は次の例でも知られる。すなわち彼らには10という数が完全な数であり、これがあらゆる数の自然をことごとく包含しているものと思われたので、彼らは展開で運行しているものでも諸天体の数も10であると主張するが、この場合、現に明らかなのは9つだけなので、今一つ第10の天体としての対地性なるものを考え出している。これらのことに関しては、しかし我々は他の箇所で一層詳細に論じておいた。にもかかわらず我々がこれだけ述べてきたのは、彼らからもまた、何を彼らが原理としたか、またそれが我々の挙げた4つの原因のうちのいずれに入れられるかを知ろうと思ってである。ところで明らかに彼らもまた数を原理であると考え、諸存在の質量としての原理であると考えていたともに、またその諸属性や状態を形成する原理である、でもあると思っている。彼らによると数の構成原要素は偶と奇であり、後者は限られたものであり、前者は無限なものである。そして一はこれら両者からなるもので、なぜなら一は奇でもあり、偶でもあるから。その他の数はこの1からである。そして展開全体も、先に述べたように、数である。同じピタゴラスの都のうちで、ある他の人々は、原理を10つあると言って、それを騒乱に列挙している。すなわち、限りと無限、木と偶、一と他、右と左、男と女、正と同、直と極、明と暗、善と悪、正方形と長方形がそれである。こ
これと同じようなことをクロトン人のアルクマイオンも考えていたようであるが、それは彼が彼らからこの説を受け取ったのか、あるいは彼らが彼からであるのか、どちらかであろう。アルクマイオンは彼らと類似でその考えを言い表しているからである。すなわち、彼は人間的な事柄の大部分が対を成していると言っている。もっとも彼の説いた対立は彼らのそれのように確定的なものではなくて、例えば白と黒、甘と辛、善と悪、大と小というような任意なものであった。とにかく彼は残余の対立については未確定のまま投げ合っているが、彼らピタゴラスの塔は、その対立がいくつあり、また何々であるかを明言している。いずれにせよ、彼と彼らの両者から次のことだけは知られる。両者とも対立するものとも諸存在の原理であるとしている。そしてこうした対立的な諸原理がいくつあり、何々であるかについては、両者のうち特に彼ら、ピタゴラスの塔の側から知られる。しかし、こうした諸原理が我々の解く四種の原因のいずれに属して占めるかについては、両者のどちらからもこれと読むべき明確な叙述は発見されない。しかし、思うに彼らは質量としての意味であの構成要素を列挙したのであろう。というのは彼らによると、実体はそれ自らに内在するこれら諸要素から組み立てられ、形成されているもののように言われているからである。さて、自然の構成要素を一つより多くあると説いた古い人々については、以上でその思想を察するに十分であろう。しかし、2、その他になお次のような人々がある。この人々は世界全体についてこれを全く一つの自然、実在であると言明している。もっともこれらの人々はその諸説の優劣の点でも、またそれが果たして自然の真実にかなっているか否かの点でも全て同じだというわけではないが、しかしいずれにせよ我々の当面の研究にとっては、ここで彼らについて論議することは適当でない。というのはこの人々も先の自然学者たちのあるものどもと同じように、あるもの存在を一つであると示唆するが、あの自然学者たちはこれを質量とし、これから全てが生成するとしていたのに、この人々はそうではなしに、他の仕方で、すなわち、前者はそこに運動を加えて全宇宙を生成変化するようにしているのに、後者はそれを不変不動であると言っているからである。ただし、次のことだけは当面の研究に関係がある。すなわち、パリメニデスはその一つのもの、すなわち一者を説明方式、形相としての意味で捉えたらしいが、メリストスはこれを質量としての意味で捉えていたらしい。それゆえに、パリメニデスはその一者を限られたものであるといい、メリストスはそれを無限のものであると言ったのである。しかし、クセノファセス、これは一者を唱えてこれらの人々のうちの最初の人であるが、というのはパリメニデスはこの人の弟子であったと言われるからであるが、この人は、その解くところは少しも明確ではなく、またあの二つの自然、両原因のどちらにも触れていないようであり、ただ世界全体を顧みつつ、一者は神であると言っただけである。であるからこれらの人々は今我々の言ったように、当面の探求からは除外されて叱るべきである。ことにそのうちでもクセノファセスとメリストスとの二人は、いささか素朴でありすぎるから全く除外されてよい。しかし、パリメニデスは俗に一層深い洞察を持って語っているところもあるように見える。すなわち彼はあるもの、存在の他にあらぬもの、非存在のあることなきは、当然自明であるとして、そこから必然的にあるものはただ一つ、すなわちあるもののみで、その他には何もないと考えた。これに関しては、我々は自然についての著述のうちに一層明確に述べておいた。しかし彼も、現実の事実には嫌でも従わざるを得なかったので、あるものを説明において、概念的には一つであるが、感覚的にとっては多くあるのであると想定し、ここにもまたもや二つの原因を立てた。すなわち熱いものと寒いものと、彼の原をもってすれば火と土と、そしてこれらのうち熱いものをあるものの側に、寒いものをあらぬものに配した。さて、3、我々の述べてきたところからして、あるいは今まで我々と議論の座を共にしてきた知者たちからして、我々は次のことを学び得た。すなわち、まず最初の知者たちからは、彼らがその原理を物体的なものと解していたこと、というのは、水や火や、その他のそのようなものは物体であるから。そして彼らのうちでもそのあるものは物体的な原理を一つであるとし、他のあるものはそれを一つより多くあるとしたが、しかし両者ともその立てた原理を質量の意味での原因と解していたことを学んだ。しかしその次にある他の知者たちから見れば、彼らがこの意味での原因を立てるとともに、さらにその他に運動の出発点、指導員としてのそれを加えたことを、
そしてそのあるものはそれを一つだとし、他のあるものはそれを二つだとしたとことを学んだ。こうしてイタリアの輩に至るまでには、この人々を除く他の人々は、未だなお原因や原理に関して比較的曖昧にして、曖昧にしか語っておらず、ただわずかに今我々の言ったように、たまたま両種の原因を用いていたというにとどまり、そしてもうその一つの方、すなわち運動の出発点としてのそれを、あるものは一つとし、他のあるものは二つだとしているだけであった。しかし、このイタリアのピタゴラスの徒は、この両種の原因については同じような仕方で述べたが、次の考えだけは彼らの新たに加えたものであり、独特の考えである。それによると、彼らが限られたとか、無限なとか、一つとか言っているところのものは、ある他の自然実在、例えば火とか土とか、その他そのようなもの、気体について、述語される属性ではなくて、かえってこれらが無限にそれ自体とし、一それ自体とし、それ自体とし、一それ自体として他のものどもの実体なのであり、他のものどもによって述語される等のものを期待なのであった。さればこそ数が全てのものの実体であると言われたのである。さて、この意味での原因については、彼らはその考えをこのように言い表しているが、これと同時に彼らはまた、事物の何であるか、本質についても答え始め、定義し始めた。もっともこの問題は彼らでは極めて簡単に片付けられている。ただし彼らの定義の仕方は思想的であり、また彼らはあるものの定義で第一に述べられるものを直ちにその等のあるものの実体であると思い込んでいる。それは例えば2という数の定義で2倍ということが第一に述べられるからというとの理由で、直ちに2倍を2そのものと同じであると思うようなものである。しかし2倍であること、2倍の本質と2であること、2の本質とは同じことではなかろう。同じであるとすれば、一つあるものが多くあることになろうから。しかも、彼らでは現にそのようなことになっている。さて、大体これらが最初の人々や、その他その後の人々から我々の学び得るところである。第6章、今述べられた知恵の IQ について、ついでプラトンの哲学が生まれた。これは多くの点で彼らの哲学に従っていたが、しかしまたあのイタリアの徒の哲学とは違った独特な点を持っていた。というのは若い頃からプラトンは、はじめにクラテロスに接して、この人のヘラクロイトス的な見解に親しんだ。そしてこの見解では、およそ感覚的な事物はことごとく絶えず流転しているので、これらの事物については真の認識は損し得ないというのであるが、この見解を彼は後年にもなおその通りに守っていたのである。ところでソクラテスは、倫理的方面の事柄についてはこれをこととしたが、自然の全体については何の顧みるところもなく、そしてこの方面の事柄においてはそこに普遍的なものを問い求め、また定義することに初めて思いを巡らした人であるが、このことをプラトンはソクラテスから受け継いで、だがしかし次のような理由から、とある別種の存在についてなさるべきことで、感覚的な存在については不可能であると認めた。その理由というのは感覚的事物は絶えず転化しているので、共通普遍の定義はどのような感覚的事物についても不可能であるというにあった。そこでプラトンはあの別種の存在をイデアと呼び、そして各々の感覚的事物はそれぞれの名前のイデアに従い、そのイデアとの関係においてそう名付けられるのであると言った。ただし、あるイデアと同じ名前を持つ多くの感覚的事物は、そのイデアに預かることによってそのように存在するというのであるから。ところで、ここに預かることと言ったこの言葉だけは変わった点である。というのは、ピタゴラスの徒は存在する事物がそのように存在するゆえんオーバー、数に真似ることによってであると言っているが、それをプラトンはこの言い方だけ変えて、預かることによってとしているのであるから。しかし、とにかく、エイドス、すなわちイデアに預かるとか真似るとか言ったいうことは一体何のことか。このことについては、彼らはこれを共同の研究課題として我々に残した。だが、プラトンはさらに感覚的事物とエイドスとの他に、これら両者の中間に、数学的対象たる事物が存在すると主張し、そしてこの数学的諸対象をオーバー、一方、それらが永遠的であり、普遍不動的である点では感覚的事物と異なり、他方、エイドスとは数学的諸対象には多くの同類のものがあるのに、エイドスはいずれもそれぞれ自らは唯一単独であるという点で異なるとしている。
なおまたエイドスは他のあらゆる存在の原因であるから、それぞれのエイドスの構成要素はまたあらゆる存在の構成要素であると彼はこう考えた。すなわち質量としては大と小と、実体とし、形相としては1が、そういうした原理であるとした。というのは1に預かることによって大と小から数は損するに至るからというのであった。しかしながらこの1はそれ自体、それ自ら実体、主体なのであって、他のある存在の実語とされる1ではないと言っている点では、彼もピタゴラスの徒とほとんど同様であったし、また数を他の全てにとってその実体の原因、構成要素であるとした点でも同様であった。ただし彼らが無限なものを1であるとしたのに反し、彼らは2を立てて、無限なものはこの大と小から なるとした。この点は彼独特である。なおまた、彼は数を感覚的事物とは別に存在するものとしたのに、彼らはかかる事物をそのものを数であると言っており、また彼らはこのような両者の中間に別の数学的諸対象を立てようともしなかった。さて、このように彼がピタゴラスの徒のしたようにってなしに、1および数をかかる事物とは別に存在するものとしたこと、並びにエイドスを導入したことは、諸々の概念規定における彼の高級法によるものである。けだし彼より以前の人々は概念問答法、弁証論を心得ていなかったからである。また彼がこの1より他のに他の一つの、1より他に他の一つの実在として、2、大と小とを立てたのは、素数より以外の全ての数が、きれいにこの2から、あたかも何らかの家系的素材からのように生み出されると認めたからである。しかしながら事実はこれと逆であり、彼らの説は論拠不十分である。というのは彼らによると質量から多くの事物が作られる。形相はただ一度しか生まれないことになっている。しかし実際には現実上の事実の通り、一つの質量からは一つの机が作られるきりであるのに、机の形相を適用する指し物師は一人でありながら、これから多くの机を作っている。同様のことは男性の女性に対する関係にも見える。というのは女性はただ一度の交わりで孕まされ、男性は多くの女性に孕まされるからである。しかも彼らの説によると、男性と女性とはそれぞれあの二つの原理、一と二を真似たものであるのに。さて、プラトンが我々の探求事項、原理原因に関して明らかにしたところは以上のごときである。そして、常実からして明白なことは、彼がただ二種の原因だけを用いたということである。すなわち、物の何であるかを示すそれと、質量と質量としてのそれと、手出しは明らかに彼のエイドスは他のすべての事物の 何であるか、本質形相を示す原因であり、それぞれのエイドスにとってはさらに1がそれであった。そしてその質量は何であったかというに、すなわち感覚的事物の場合にはエイドスによって、その事物の 何であるか、本質が述べられたが、そのようにエイドスの場合は1によって述べられるところの等の期待たる質量は何であったかというに、それは明らかに2であった。すなわち大とショートであった。なお彼はよくあることの原因と悪くあることの原因と、これら二つの構成要素、すなわち一と二のそれぞれに当てがったが、このことは先に我々の言ったように、彼より先の哲学者たちのあるものども、例えばエンペドクレスやアナクサグラスのごときもすでに試みていたことである。第七章。以上で我々は、誰がどのように物事の原理につき真理について述べたかを、簡略にその、要領だけ見てきた。しかし、とにかく我々は彼らから次のことだけは知ることができた。すなわち、原理や原因について語った人々のうちの誰一人も、我々が自然についての著述の中で区別した4種の原因より以外には、他のいかなる原理、原因も述べていないが、しかしこの4つには、彼らの誰も皆、曖昧にではあるが何らかの仕方で触れていたことは明らかである。すなわち1、彼らのうちのある人々は、質量の意味での原理を説いている。もっともこの人々の間にもそのあるものはこれを一つであるとし、他のあるものは一つより多くあるとしており、またあるものはこれを物体と解しており、他のあるものは非物体的であると解しているという違いがある。例えばプラトンは大と小とを説き、イタリアの人々は無限なものを、エンペドクレスは火と土と水と空気を、そしてアナクサゴラスは同質部分的なものの無限に多くあることを説いている。だから、これらの人々は全てこの種の原因、質量としての原因を捉えていたわけであるが、さらにまた、
空気か火か水か、あるいは火よりは濃厚で空気よりも希薄なあるものかの、いずれか一つを語った人々も同様である。なお、ここに火と空気との中間のあるものを語ったというのは、現にある人々は大地の元素をこうしてあるものであると述べているからである。この人々はただこの種の原理だけを捉えていたのであるが、しかし2、他のある人々は運動がそれから始まるその始まりとしての原理、指導員を説いている。例えば友愛と憎しみと、あるいは理性を、あるいは愛をその始まりとしてあるとして人々がそれである。だが3、事物の何であるか、本質すなわちその意味での実態については、誰も十分に明確にこれを挙げ示してはいないが、しかしそのうち最もよくこれを語っているのは、あのエイドスを立てる人々である。というのは、この人々は感覚的事物にとってはそれぞれのエイドスを、そしてエイドスにとっては1を、それぞれの質量として立てたのではなく、またこれらを、それらの運動の始まる原理とも考えてもいない。むしろそれらは彼らの言うところでは、事物の不動なことを静止していることの原因である。そうでなくて、かえって彼らは、エイドスをば、他の事物の各々の何であるか、本質と してあげ、そして一応がエイドスの各々のそれ、本質としてあげているのである。だが、4、それぞれの行為や、転化や、運動が、それのためにであるそれ、終わり目的に関しては、彼らはこれはある意味では原因として説いているが、しかし決してこれをその本来の意味でそうした原因であるとしているのではない。というのは理性とか友愛とかを説いている人々でも、これらの原因を良いものとして挙げてはいるが、しかし存在する事物の存在しあるいは生成するのはこれらのために、これらを終わりとし目的としてであるという意味ではなくて、かえって事物に運動の損するのは、これらから始まるのであるという意味で、すなわち指導員としてこれらを挙げているのだからである。またこれと同様に、位置や存在を同じく良いものと説いた人々も、これを実体の原因、係争因であるとは言うが、しかし実体がこれのためにこれを目的として存在し、あるいは生成するのだとは言っていない。したがってこの人々は善を原因であると言っており、かつ言っていない。というのは彼らは、善をそのまま端的に原因であると言っているのではなくて、ただ付帯的に、すなわち原因である、原因なる位置や存在に良さが付帯しているがゆえに、原因であると言っているだけであるから。さて、これで原因が幾種類あり、またどのような性質のものであるかに関しての我々の決定の正当であることについては、以上の人々も全て我々に有利な証言をしてくれているように思える。というのは彼らは他のいかなる種類の原因にも触れ得なかったからであるが、加えるにまた、原理や原因の探求にあたっては、その要種の全てがあのように探求され、あるいはそのいずれかの意味で探求されねばならないということも、ここに明白になった。そこで我々は彼らの各々がこれらの原理についてどのように述べ、またこれらの原理にどのように対処したかに関し、そこに起こり得る難問を次に調べていくことにする。第8章。そこでまず1、世界全体を一つであるとし、ある一つの自然をその質量の意味での原理としてあげ、しかもこれを物体的なものであり、物体的なものであり、大きさのあるものであるとした人々は、すべて明らかに多くの点で見当違いをしている。というのは第一に彼らは、ただ物体の構成要素のみを挙げて、非物体的なものについては、非物体的なものも存在しているのに、これについてはそれを挙げていない。次にまた彼らは、生成と消滅とについてその原因を語ろうと試み、すべてについてその自然を研究している人々でありながら、運動の原因を見ようとしている。さらにまた彼らは何者についてもその原因として実態を、すなわちそれの何があるか、本質を挙げていない点で誤っているが、さらに加えるに、彼らは単純物体のうちの土より他にもいずれのか一つを無造作に全てのものの原理であると言いながら、これらのうちのいずれかが、すなわち火か水か土か空気かが、互いに他のいずれかからどのようにして生成するかについては、全く考慮していないという点でも誤っている。そのわけは、物どもが互いに他から生成するのにも、ある物どもは結合により、ある物どもは分離によるという違いがあるが、この違いはこれらのもののどちらが先、原理的であり、どちらが後、派生的であるかを決定するのに重要だからである。ただし、A、ある意味では、すべてのものがそれの結合によってそれから成り立つところの第一の、それがすべてのうちで最も原則的、構成要素的であると考えられており、
そしてこの意味で最もこのように幻想的なのは諸物体のうちで最も小さな微粒的なものである。だからこの意味では火を原理とする人々が最もよくこの理にかなったことを言っているものと見えよう。しかしその他の人々の各々も物体的事物の幻想をこのようなものとする点では一致している。とにかく幻想を一つだとした人々のうちには土を幻想であるといったものは一人もいないが、そのわけは明らかに土があまりにも素粒的だと考えられたからである。これに反して、他の三つの各々はいずれも元素としてそれぞれかによって支持され承認されている。すなわち、ある人々は火を、他の人々は水を、他の人々は空気を元素であると主張している。それにしても一体何故にこの人々は世間の多くがそう思っているように、土もそうであると説こうとしなかったのであろうか。すべては土であると多くの人々は言っており、化粧物も土、すなわち大地があらゆる物体のうちで最も初めに生まれたと言っている。それほどにもこの考え方は古くからあり、民間に通用のものとなっているのに。だからしてこの理からすれば、これら諸元素のうち火より他のいずれか一つを原理だとする人々は、あるいは空気よりは濃厚で水よりは希薄のあるものを原理であるとする人々も、共に正当なことを言っているものではないということになろう。だがしかし B、もしその生成においてより後のものが自然においてより先のものであるとすれば、従って、もしその生成においてより後のものが自然においてはより先のものであるとすれば、従って調合され結合されて生じたものの方がその生成においてはより後のものであるとすれば、この意味ではかえって常実の逆が正当であるということになり、水の方が空気よりも先であり、さらに土の方が水よりも先であるということにもなろう。さて、我々が言った意味での質量としての原因を一つであるとする人々についてはこれだけにしておこう。しかし、2、今言ったのと同じことは、人がそのような原因を一つより多くあるとする場合、例えばエンペドクレスが質量を4種の物体であると主張するような場合についても言える。というのは彼にもまた一面では常実の人々と同様の難点があるからであるが、多面、彼特有の難点の存するのもまた当然である。この難点というのはまず我々の見るところではそれらの物体はそれぞれ互いに他から生成するということになっているが、そうだとすると火も土も決して常にそれぞれその同じ物体として自らに留まっているものではないということになるからである。このことについて我々は自然に関しての著作に述べておいた。次に物の運動の原因に関しても、これを一つとすべきか二つとすべきかについて、彼の言うところは決して正当であるとも真実らしいとも考えられない。また一般にあのような説をなす人々では、性質の変化が無視されざるを得なかった。というのは彼らの説からすれば熱から感が生じるのでもなく、感から熱が生じるのでもないことになるからである。なぜならもしそのように生じるとすれば、まさにこれらの反対のものとも、自らに受け入れるある一つのものがあり、それ自ら火にもなれば水にもなるところのある一つの自然があるということになるが、このことはあの人の認めないところだから。アナクサゴラスについては、もし誰かがアナクサゴラスは二つの要素があると説いたと判定したなら、この判定こそは最もよく彼の説の帰するところを掴んだものと言えよう。ただし彼自らはその説をそこまで明らかに発展させてはいなかったが、もし誰かが彼をそこまで誘導したならば、彼は当然この帰結を承認したに違いない。なるほど、確かに、初めに全てが全く混合していたという彼の説は、いろいろな理由で不合理である。ことに次の理由でそうである。すなわち、もしそうだとすると、それらは、その初めより以前には未混合で存在していたことということになるし、なおまた、任意のいずれかが、任意に他のいずれかと混合するということは、自然的ではないからである。さらに、クワブルに混合して損するその同じものが、また分離されても損しうるがゆえに、その属性や不対性が等の実態から離れて損しうるという不都合なことになるから、等々の理由によって。しかしそれにもかかわらず、もし誰かが彼に従ってその言わんと押したところを総合してみるならば、おそらくはそこに一層新しいことが解かれているのを発見するであろう。けだし分離されて損するのもなかったとすれば、明らかにあの初めの実態については、真に実語されるべき何者も損し得なかったであろうからである。という意味は、このような実態は、例えば白いとも黒いとも言われず、あるいは灰色でもなく、またその他、どのような色でもなくて、かえって色のないものであったに違いない。なぜなら、もし色があったとすれば、これらの色のいずれかを所有していたであろうから。
同様にそれはまた同じ理由で味のないものであり、その他そのようないかなる属性をも所有していないものであった。要するにそれはどのようなと言われる性質的に実語される何者でも、どれほどと言われる量的な何者でもあり得ず、また何と問われる実体的な何者でもあり得なかったはずである。というのは、もしそうであるとすれば、これらの特殊的な形相のいずれかがそれに属しているはずであるが、しかしこのことは全てが全く混合していたというのだからあり得ないことである。なぜなら、もしそのいずれかがそれに属しているとすれば、そのいずれかはすでにそれまでは切り離されていたはずであるのに、彼の言によると全ては全く混合していて、ただ一つ理性のみが非混合であり純粋であったというのだから。そこでこれらから押すと、アナクサゴラスは原理を1と多とであると言うべきであった。1というのはそれが単純であり非混合であるからであり、多というのはあたかも我々の想定している無規定なもののことで、ごときもので、未だ何とも規定されず、未だ何らの特定な形相にも預からない、それ以前のものである。それゆえ彼の原理言っているところでは正当でもなく明確でもないが、言ってるところは正当でもなく明確でもないが、しかし彼の言わんとしたところは、その後の人々によって解かれ、そして今では一層明白にされているところの説に、何らか禁似的なものがある。しかしこれらの人々は要するに、ただ、たまたま生成や消滅や運動に関する論に親しかったというだけのことである。というのは彼らはほとんどただこのような生滅変化する実態についてのみその原理や原因を探求していたからである。しかるに3、他のある人々はあらゆる存在について研究を行い、そしてこのあらゆる存在といううちには、感覚的な存在のみでなく、感覚的でない存在もあるとしているので、このような人々は言うまでもなく、これら量子の存在について研究を行っている。それゆえになおさら我々は、こうした人々についても一層多く暇をつぶして、彼らが我々の当面の探求から見て、どれほど正当に、あるいはどれほど不当に説を成しているかを吟味すべきである。そこでまず、いわゆるピタゴラスの輩であるが、この人々は、あの自然学者たちよりもはるかに異教的な原理や要素を採用している。その理由は彼らがその原理を感覚的存在のうちから取らなかったことにある。言い換えれば数学の諸対象は天文学のそれを除いては、すべて運動のない存在の部に属するからである。にもかかわらず、現に彼らの討議し、探求しているのはすべて自然についてである。すなわち彼らは展開を生成させ、その各部分やその属性や働きに関して、そこに伴い起こる現象を観察し、そしてこれらの説明のために彼らはその原理や原因を使い尽くしているが、このことは彼らがおよそ存在といえば感覚的な存在のことであり、いわゆる展開に取り囲まれているもののみであるとする点では、他の自然学者たちと同じ見解を持っているものであることを意味する。しかし彼らの語っている原因や原理は、今我々の語って言ったように、さらに一層高い存在に上るのに十分に役立つものであり、自然について説明によりも、一層多くそれに適したものである。ともあれ、あのようにただ限りとか無限だとか、木とか偶だとかが元に想定されただけでは、どうして運動があり得ようか。この運動の仕方以下を彼らは少しも説明していない。あるいはまた運動も転化もなしにどうして生成や消滅が、あるいは展開を運行する諸天体のあの働きが可能であろうか、こうしても説明されていない。なおまた彼らに一歩譲って、あの想定された諸要素から空間的な大きさが損するに至り得るとしても、あるいは誰かがこのことを証明していたとしても、しかもなおどのような仕方である物体は軽く、ただ物体は重さを持つのかは疑問である。それは彼らの想定し説明しているところから察するに、彼らは数学的対象について語るにあたって、これを感覚的な物体としてより以上には考えていなかったからである。だからして彼らは火についても土についても、その他この類のいずれの物体についても、全く何事も語らなかったのである。そのわけは、主に彼らがこうした感覚的な物体については、そこに特に数学的対象とは別に語られるべき、何らの特有な点を認めなかったからであろう。さらにまた彼らは一方では数の所属性や数そのものを展開に始め、その始めから今でもなお存在し生成している物事の原因であると解しながら、他方では数といえばただそれだから世界が合成されているところの数あるのみで、その他にはいかなる数も存在しないと解しているが、どうしてこのように解することができようか。彼らは世界のあるこれこれの領域には意見と好奇があり、
その少し情報あるいは過法に不正と決断あるいは混合があるとしたとき、そしてその文章としてこれらの各々はそれぞれ数であるとし、しかもすでにその場所には数から合成された多くの大きさのある物体があるはずである。なぜならこれらの数の所属性がそれぞれその場所に配置されているからとしているのであるが、そうだとすると、これらの各属性が、すなわちそれぞれ数であると返されているところのこれらの数が、果たしてあの諸天体を合成しているところの数と同じものなのか、あるいはそれとは異なる他のものであるのか、プラトンはそれを他のものであると言っている。もっともこの人もまた、それらとそれらの原因と共に数であると考えておりはするが、しかし原因としての数は恣意的な数であり、もう一つは感覚的な数であるとしている。